大丈夫だ、だから大丈夫、コウ君みんなこれしか期待してないから、テレビだから、皆さんこんにちは、佐藤久人です。日本代表アジアカップトレーニングリポート、今日はですねバーレン戦の、試合の4日前のトレーニングと、そしてオフを挟みまして、2日前の、トレーニングを、2回分、お届けします。4日前の、トレーニングの後にはですね、板倉選手が誕生日ということもあって、もちろんその日に、ドーハの、日本人学校の子どもたちも選手たちの激励に足を運んでくれましたし、また誕生日の様子なんかも、非常にこう和やかな形でいい雰囲気で、またケーキを、顔に塗られながらお祝いされるなど、本当にこういい雰囲気の中トレーニングが行われてました。また今回の2日前のトレーニングですけど、やはりこのバーレン戦ラウンド16の負けたら終わりの試合になっていきますから、そういったところの緊張感あるトレーニングっていうところもしっかりお伝えできればなと思っていますし、またインタビューでは旗手選手に対して少しいくつか聞いていきたいと思います。インドネシア戦では素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれていましたからね、そういったところも旗手選手の言葉でいろいろ語ってくれるのではないでしょうか。そういった形でレポートをお届けしたいと思います。お願いします。いいですか。3、2、1で取るので目つぶらないように。もう一回取ります。3、2、1。はい。マモー！オッケーです。こっち、こっち、こっちですか。こっち、こっちですか。ここ通るから。ここ通るから。ここ通るから。早い、すごいじゃん、すごいじゃん、すごい、うわ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 俺らやばいっしょどんどんグレードアップしていくからテレビ、テレビ大丈夫、大丈夫、大丈夫、ありがとう、いやいや、ありがとう、コウ君、いや、最近なんかいじりが激しいんでまあ、ありがたいですけどもっと質にこだわってほしいなと思います。おめでとうございます。ありがとう。講師ともにまあ、いろいろあるけどありがとうございます。おめでとう。ありがとう。はい、はい、こちら、はい、
よろしくお願いします。お願いします。まず最初にインドネシア戦で、今大会初スタメンとなりました。非常にこう効果的な動きが、多かったと思いますが、ご自身ではどのように感じていますか？そうですね、チャンスが来たらまず自分のプレーをしようっていうのを思ってたんで、自分自身もこう大会初スタメンで出れたっていうところでまずこう自分のプレーをしっかり出そうという強い気持ちがあったんで、それがピッチで表現できたんで良かったのかなと思います。バーレーンの守備を考えると、ポケットをいかに使うか一つのポイントかなと思います。旗手選手のバーレーン攻略を教えてください。そうですね、対アジアってなるとやっぱり自分たちがボールを持てる時間が長い試合が多くなるなっていうのは感じてますし、その中でもこう次の相手もやっぱりそういうポケットを狙うだったり、自分たちがボールを保持できる時間が長いっていうのを考えると、やっぱりこう前の試合みたいな効果的な動きができればこうチームにとってプラスになると思いますし、それを求められていると思うので、その動きを試合に出たらしっかりできればいいなと思います。次は守備のところ少し聞きたいんですが、相手は縦関係で前線の起点を作ることを考えられますが、中盤の選手としてどのようにコントロールすることを考えてますか？そうですね、まずフリーで蹴らせないっていうプレッシャーを常にかけ続けるっていうところと、蹴ってくる分やっぱりセカンドボールを拾う、回数が多いとやっぱり自分たちの時間長くなるなと思うので、中盤の選手としてはやっぱり前に行くっていうのとセカンドボールを拾うっていうの、その2つのところをしっかりやっていきたいなと思います。最後にいよいよ、ラウンド6になります。負けたら終わりの戦いになりますが、バーレーン戦向けて一言お願いします。どの試合もグループリーグからそうですけど、やっぱりかかってきた試合だと思うので、バーレーン、16負けたら終わりっていうのはありますけど、そういうのは気にせず、やっぱり自分たちが持ってる力を精一杯出して一試合一試合勝っていければいいなと思います。いい試合期待します。はい、ありがとうございます。そうですね、カウルが怪我から復帰し始めて、予選で彼一緒に練習できなかったんで、はい、竹が怪我から復帰したのもありますし、みんなが帰ってきてすごく雰囲気はいいなと思ってます。そうですね、改めてアジアカップの難しさっていうのを僕も含めチームとしてこう感じている最中ですし、大会前からこう優勝っていう目標を掲げながらスタートしましたけど、何回か壁にぶち当たるというか、劣勢の中から決勝トーナメントの切符を掴んだので、ここからは勝つ以外ないですし、一つ一つ目の前の試合に向けて集中して、はい、最後優勝したいなと思ってます。そうですね、身長高い選手もいますし、基本的にこう4バックのような形で、今まで少し3バックでウィングが落ちて5バックのような形でなかなか強固な守備がの相手だったんですけど、自信を持って4で来るのかなっていう印象はあるので、そこでこう相手を見ながら日本の良さを出して、いいサッカーできればなと思ってます。そうですね、僕もできれば攻撃のポジションを取りたいですし、前に行ってゴールに絡むようなチームを作りたいので、それが守備の強みにもこう裏返せばなるので、もっと攻撃的なポジションを取って、自分できることをしっかり頑張りたいなと思います。そうですね、今日の練習でも竹内さんがボールちょうだいって僕彼に言ったんですけど、綾瀬君の方が可能性感じたので出さなかったって言われたんで、ちょっと後で叱ってきます。さっきも言った通り、ここからは決勝トーナメントで全部勝たないといけないので、まずは目の前の試合しっかり勝ち切って、国民の皆さんと共に勝利したいなと思ってます。ちょっと伸びすぎたんで、さっぱりしたいっていうのと、気分もね、変えようっていうのでちょっとがっつりいきました。もちろんワントップの選手が身長高いですけど、それ以上にクイックネスもあるし足も速いっていうので、高さだけっていうよりも背後のスペースもついてくるっていう、本当に結構何でもできる嫌な選手だと思うんで、そこはチーム全体でケアしなければいけないですし、ディフェンス陣も本当にタフに戦ってくるし、特に中東というかね、隣の国の選手たちなんで、お客さんのかなり入ると思うんで、そういった意味ですごいアウェイにはなると思いますけど、それ以上にピッチ上で自分たちができる力をしっかり示して、しっかり戦いたいと思います。まずはチームの、ね、勝利が一番なんで、そこにまず当てして、で自分がやらなきゃいけないこと、チームのために しなきゃいけないことをしっかりして、チームに貢献できるようにやっていきたいと思います。ポジション争いっていうのはもちろん代表チームには常に必要だと思うし、そういう競争意識が、日本代表を強くするのは間違いないですけど、今はやっぱり日本代表のとして一つのチームとしてアジアカップを勝ちに来てるわけで、もちろん出る出ないっていう関係性は発生してしまいますけど、誰一人そういう
なんていうんですかね、雰囲気というか個人的な感情を持ち込むことはなくて、常に自分が何をしなきゃいけないかとか、チームにとって何ができるかっていうのをもう全員が考えてるし、そういった意味では素晴らしい雰囲気というか、ピッチ上でのメルハリもそうですけど、非常にいい関係性が築けてると思うので、今の雰囲気っていうのは本当に素晴らしいものだと思います。もうここからは負けたら終わりなので、しっかりプレーの判断もそうですけど、しっかり勝つためにプレーしていきたいなと思います。日本代表のトレーニングが終わりました。そして、トレーニング後のインタビューも旗手選手に、話を聞くことができました。本当にこう自分の言葉で答えてくれましたし、やはりこうスペースに出ていく、そういったこう自分の良さが出せたっていう、こともおっしゃってましたし、またあとはやはりこうバーンレー戦に向けても、しっかりそのこう具体的なイメージをしながら、準備、しているんじゃないかなっていうところも、非常に、感じました。トレーニング全体を見ての感想ですが、やはり、試合2日前ですけど、やはりオフの翌日っていうこともある中で、比較的、長い時間、報道陣に対する公開もありましたし、またトレーニング内容も比較的、多分強度の高いトレーニング時間も2日前を考えると少しこう長めの、トレーニングだったのかなと思います。あとはですね、練習終わってのこう居残り練習、特に攻撃陣を見るといつもの通り、クロスからのシュート、そしてミドルレンジのフィニッシュっていうところをやってましたけど、その中で、非常にこう多くの得点を奪っていたなっていうところでは、ここまで、初戦はスタメンでしたけど、なかなかこう出場機会が少ない、細谷選手がいい形でネットを揺らすっていうようなシーンが非常に多かったのかなと思います。あとは守備陣でいうと、最終ラインのその上げ下げのチェックっていうところでは、センターバックで、板倉富安っていうところと、右にちょっとマイクマが入っていたので、もしかしたらそういったところは報道陣に公開している時間帯なので、決してその参考になるかわからないですけど、菅原が右はクロス練習の方に入っていたので、そういったところの最終ラインのこう確認というところをもしかしたらしていたのかなというところも見えることができたのかなと思います。あとはですね、練習終わりに、森保監督が、三笘と話し込む時間、1対1で話し込む時間が比較的5分10分ぐらい、長くて、その時には、小さいメモ帳を見ながら、少し話し込んでいたのが印象的でした。間違いなくコンディションの部分では、猪子入り練習のシュートもかなりこう力強く何本何本も遠いレンジから打っていましたから、もう試合に対しては問題ない、間違いなくこのラウンド60以降、どこかのタイミングで、ピッチに立つことが、あるのではないでしょうか。本当に試合2日前ということもありますし、本当にこういい緊張感と、そしてピリッとしたいい雰囲気で、トレーニングもできましたし、とにかく、ここからは、負けたら終わりの、戦いになりますが、ここはインタビューでも旗手選手がおっしゃってくれていましたけど、もうそういったところはあえて気にせず、しっかり自分たちが何ができるかというところにフォーカスしながら、一つ一つ勝ち進んでいくことを期待したいと思います。以上、日本代表アジアカップトレーニングリポートでした。